ルイージ・ムッシーニはドイツ生まれのイタリアの画家であるベルリンで生まれた父親はイタリアのベルガモ生まれでプロイセン王室の宮廷音楽家を務めていたナターレ・ムッシーニで母親も音楽家で有名な作曲家ジュゼッペ・サルティの娘であった兄に画家になったチェーザレ・ムッシーニ、チェーザレ・ムッシーニ 1804から1879がいる。兄とフィレンツェに移り、フィレンツェの美術学校で、ピエトロ・ベンベヌーティア・ジュゼッペ・ベッツォーリに学んだ。1840年に、奨学金を受けて、ローマに留学し、4年間滞在し、ルネサンスの巨匠たちの作品を学んだ。1844年に、フィレンツェに戻り、画塾を開き、教えた学生には、 シルベストロレーガやミケーレ・ゴルギジャーニがいる。1848年から1849年の第一次イタリア独立戦争にジュゼッペ・ガリバルディの軍に義勇兵として参加するが、この戦いは共和国軍の敗北となった。ムッシーニは失望してパリに移り、パリではドミニク・アングルやイポリット・フランドランといった画家たちと交流した。1851年に イタリアに戻り、シエーナの美術学校の校長になった。校長の仕事を亡くなるまで37年間続け、教えた学生には、ビスコンティアカッシをーり、フランキラがいる。絵画の他に、チェスの名手としても知られ、チェスの専門誌、ヌオーベリビスタで、リスカックのチェスの問題のコンテストに入賞したことが知られ、16世紀のスペインで行われた有名なチェスの試合を描いた作品も、残した。 ありがとうございます。